ちょっと四角っぽいものがもっさりと上に乗っかっている。で、中を全部この調子で描いていったらやっぱり真っ黒になっちゃうので、今度は本当にあの影の部分だけを描いていく。で、全体的にどちらかこちらから光が当たっているとするんだったら、影になる部分はこの中の描く割合を増やしてあげればいいんですよ。で、適当に線を描いているだけに見えるかもしれませんが、そういうわけではなくてですね、どういうことをやっているかというと、あのこういうふうに影になりますよっていう部分は書いてるんだけども、線と線をこういうふうにつなげちゃわない。こういうふうに線をクロスさせてしまうと、もうこれは影を描いてるんじゃなくて適当に線を描いてるだけになっちゃいますよね。線と線、要するに細長いものがクロスしてることになっちゃう。つまり髪の毛がもさっと乗っかってるように見えちゃうんだよね、最終的に、うん、だけど影になる部分は影になる部分で三角形の形になるのが絶対基本。四角くなることはあるかもしれないけど、こういうふうに影ができることじゃほとんどないんだよね。ほとんどの場合が三角形とかこういうふうな形で、鋭角的なこういう形になります。こういうふうになるとかね、こういうふうに繊維が乗っかって、こういうふうに繊維が乗っかって、こういうふうに繊維が乗っかってっていう繰り返しだから。だから割と三角形になるように、でもあまり三角形って同じパターンにならないように、描いてあげる必要がありますけど。